本当に臨戦解放がもうダントツで一番好きです。麻雀のあのルールの中において特殊な操作が入るっていうのが個人的にやっぱり一番触れられないとこにやっぱ手伸ばすし、ボードゲームとしてのギミックの面白さが詰まってるから。いやちょっと待って、臨戦解放についてそんな語ってる人初めて見たわね。いやこいつ怖いな。だからすごい好き。いや考え方がめちゃくちゃ臨戦解放のその触れられないとこから積もるみたいなの良さがあるみたいな、いやめっちゃエモいわ。今まで臨戦解放を好きって言った人は多分俺もう100人以上見てきたけど、そんな一番刺さったもん今の臨戦解放。臨戦解放をここまで説明できしてきた。わかる、その触れられないやつ触れられるっていうのマジちょっとグッとくるよね。あ、なるほど、そっか、よかった話して。